全力で壊れろ！
調べてみよう。地図、地図。ぶつかるよ。前に来たよ。気をつけよう。地図見ようか。腕力じゃ開きそうにないな。マップを見よう。これは何かな。調べてみよう。腕力じゃ開きそうにないな。僕が持っていこう。いいね。力じゃ開きそうにないな。これは何かな。何かあるぞ。調べてみよう。僕が持っていこう。全力で。本気で行くで。ありました。ただ、いった。進めません。行かれ。これですね。開きませんね。開きませんね。開かへんの。本気で行くで。狙いは決めた。全力で。慎重に。
気をつけよう。次の目的地は休息が筋肉を育てる。
開きませんね。慎重に。全力で。狙いは決めた。本気で行くで。本気で行くで。全力で。狙いは決めた。慎重に。
は何かな。何があるぞ。調べてみよう。全力で。狙いは決めた。本気でいくで。ぶつかるよ。何があるぞ。これは何やろ。これ
何かあるね。地図地図。見つけたよ。これは。何かあるね。どこかな。目印は。マップを見よう。見つけたよ。地図ですか？どっちが来たや？調べてみよう。これは何かな？
休憩ですね。ごちそうさま。うん、うまい。うまいよ。とっても美味しいです。幸せの涙です。一口で飲んでしもた。味だね。あるぞ。地図見ようか。これは何かな。全力で狙いは決めた。本気で行くぜ。来ましたっけ。印つけとこう。よいしょ。地図ですか。
ここはどこかな。トト慎重に。全力で。狙いは決めた。本気で行くで。来ましたっけ。上が北だよ。待ってくれ。心配いらないよ。だから。いいかい？
ていうか、そうじゃない。おいおい、オーケー。は？もちろん。え？ふふふ。今度は。それでだ。いいかい？いやいや、あのさ、それは、ああ、候補は彼らガレージキットの皆さんだよ。ちょっと待て、寺島博士。この6人はまさか。ああ、覚えてる？かつてのサチカの同級生だよ。今じゃ20代半ばの立派な青年だ。覚えてるさ。養護教諭としてだけじゃない。僕と彼らは仲が良かったんだぞ。この子たちをさらってこいっていうのか。そんなことできるわけないだろう。この子たちだってあの事件の被害者なんだ。PTSD から守るために記憶を消す処置まで施されたらしいよね。ならどうしてこの子たちなんだよ。僕は絶対にそれは許さない。サーチカを殺したのは彼らでもかい？あのさ、いや、あだから教えてあげるよ。ふむ、そうだ。後ろから襲いかかったり、睡眠薬を飲ませたり、君たち全員を誘拐するのは実に大変だったよ。自分が犯罪を犯しているという意識や罪悪感なんて全くなかった。それぐらい僕は強い復讐心にとらわれていたんだ。なるほどね。すまない。ごちそうさま。ごちそうさまでした。うん、ごちそうさま。ごちそうさま。うまいよ。なかなかですね。慎重に。全力で。狙いは決めた。本気で行くで。警察室1番にお入りください。気をつけよう。お入りください。
何してんの。本気で行くぜ。慎重に。そのぐらいで決めた。見つけたよ。狙いは決めた。本気で行くぜ。やれ。これがいいんだい。全力で。慎重に。狙いは決めた。本気で。やれ。やったな。怪しい。何やろこれ。ぶつかるよ。これは？まだ首を出る。やれ。うちがもらうな。何やろ。私が持ちますね。そうさま。何してんの？動かしますよ。よいしょ。必要なのかな？動かしますよ。これですね。どっちが来たよ。どこから来ましたっけ。これは慎重に。慎重に。狙いは決めた。本気で行くで。地図ですか。止まって。
地図を見て。狙いは決めた。本気で行くぜ。慎重に。集中。狙いは決めた。本気で行くぜ。慎重に。集中。食べられるもの？これは何？使えるかしら？拾いましょう。地図地図。あった。私が持つの？食べられるもの？目印は
どっちが来たや？進めません。これは何？ここはどこかしら。ったくよ。え？あれだよ。いいかい？なんだこの警報は。マニで何が起こってるんだ。ルシオラが限界量を超えて自己増殖、培養層が壊れて外に漏れ出しています。これは事故なんかじゃない。きっと人為的な。寺島博士、博士、寺島博士はそこにいないのか。答えてくれ寺島博士。大変なことになったよ。ハンクローン団体がうろちょろしてたと思ったらやってくれたよね。無事だったのか。一体何があったんだ。ルシオラのプログラムが改変されたんだろう。ウイルスか何かでね、完全に制御を失って暴走してる。際限なく増殖して人間をクリオネ化していってるよ。さらに困ったことに、マニの外に隠したエクステンドマシンからも同じようにルシオラが漏れ出しているみたいだ。こことネットワークでつながっていたからね、そっちのルシオラにも感染したんだ。いやー、リスクを避けるためにばらけて隠しちゃったのが裏目に出たぜ。博士、それってつまりどうなるんだ。セカオアかな。世界の終わり。やった当人がそれを望んでたかは分からん。そんな。守る、ラッキーなことに例のガレージに隠した2号機とその病院の10号機だけはスタンダードだ。10号機のルシオラも無事なはず。ちょっぴりだけど、まだ君には時間がある。すぐに自分自身にペケジキを移植するんだ。確かそっちに新型が1個余っていただろう。僕もクローン人間になると。それ以外にこの絶望的状況を生き延びる術はないぜ。僕の計算だとおそらく20日もすればルシオラの暴走は収束するだろう。エクステンドマシンにはタイマー機能がある。あとは分かるね。でもあなたはどうするんだ。
寺島博士、命は巡るんだよ、守る。たとえ肉体を失ってしまってもね。だから。バカな、父さん、父さん。どうだろうね。なあ。リンコ。そんな。これは何？あった。食べられるもの？これは何？集中。狙いは決めた。本気で行くぜ。慎重に。印つけとこう。地図地図地図見ようか。集中。狙いは決めた。本気で行くぜ。慎重に。狙いは決めた。本気で行くで。壊れろ。
決めた。狙いは決めた。本気で行くで。すっごい。いや、おそらく気合い入れるで。はあ、ふむ。いや、そう。おい、あの、うん、やりましょう。やろうか。そうね。ここが無事だったのは奇跡なのかな。それともあなたが守ってくれたのか、父さん。僕たちが愚かだったんだ。僕たちは神の領域に手を出して世界中を巻き込んでしまった。サチカと出会わなければサチカは死ななかった。お前らがサチカを殺さなければ父さんも僕もクローンの研究なんてしなかった。ルシオラだって存在しなかったし、暴走なんてしなかった。人間がクリオネになることも僕が残されることもなかったんだよ。
だ終わってない。そうだ、何のために彼らを拉致して手術したんだ。復讐するためだったじゃないか。これはゲームオーバーじゃない。ニューゲームだ。来たよ。帰り道は。印つけとこう。
やはり僕を殺しに来たんだね、先生。え？おい！まさか。ありえない。君たちがそのつもりなら容赦はしない。僕を守るためにね。まさか。なんてこと。え、おそらく。そうじゃない。え？罠で勝負だ。あの事件の悪夢はここで終わりや。今度こそ決着をつけようか。かかってきなさい。負けられません、この戦いだけは絶対に。
じゃない。慎重に。狙いは決めた。全力さ。使えるかな。いいね。全力で。慎重に。逃がさない。使えるかしら。拾いましょう。私が持つの。使えるかしら。私が持つの。なんやろ。ついてるな。
胸が牛のよう。いいかい？あんな、そやから。クロスケだよ。生まれかけの。ね。クロスケ、そんな、倒したはずじゃ。心配ない。まだ体ができてないし、眠っている。そうだね。大丈夫そうだ。おい、ふざけんな。それはどうだろうね。いいかい？だが。そうだ、クロスケは君たちの記憶から生まれたクリーチャーじゃない。生物兵器にされた黒崎陽介のクローンなのさ。だからクロスケには他のクリーチャーにはない自我や意志があった。じゃあ、そうさ、そうだね。消えていくぞ。あんなに厄介だったのに、こうなるとあっけないもんだね。なんだかちょっとかわいそう。
それは。やれやれ。死にたいの？うん。これが。やめて、お兄ちゃん。は？お願いだよ。やれやれ。私は私だよ。ありえない。ありえない。なんてことはありえない。お兄ちゃん。まさか。そうじゃない。わかるか。ごめんなさい。
僕は。わかるか。嬉しいよ。それじゃあ。うん。だが。ねえ。心配いらないよ。そうだね。ん？え？いや。もし。もしかしたら。まずは。そうだね。ふん。それ聞くの3回目だぞ、サチカ。また会えたね、ハルト。ヒグラシよっしゃ、ヒグラシ君。おめえな。ほら。
は？きっと。でも。サチカ。僕は。お願いだよ。いいかい？サチカ。そう。どうかな？賛成です。それもそうか。そうだな。どうだろう。あんな。嬉しいよ。お兄ちゃん。みんな。地図。肉好きにうまいと書いて油と読む。おいしく。そっか、油の半分はおいしさでできてるんだね。確かに。そうだね。ごめんなさい。それなら。
日暮らし君。ちょっ、いや、ダメだよ。やれやれ。ありえない。なんてことはありえない。父さん、僕は生きるよ。永遠が終わる、その時まで。ん？これは、ああ。先生、よかった。いや、ん？あれは？ありえない。おい、あかんで。まさか
僕は。なんてことだ。待ってくれ。なぜだ。なぜマニがここにあるんだ。マシロナノテクノロジー研究所がなぜここに。一体誰が。何も見えない。ここはどこだ。僕は一体。お前は。そうか、これはお前の仕業か、黒崎。僕の仕業、むしろ逆でしょう。君が僕を殺したんじゃないですか。僕のペケジキをすっかり上書きして。それは僕が。僕がやったわけじゃない。ひどいな。僕の器を奪ったのは仲間のせいですか。違う、そうじゃない。大体お前は人殺しじゃないか。サチカは何度もお前に殺されたんだぞ。だから何ですか。人殺しに人権はない。いや、実際僕もそう思うけど。でもそれを言ったら、君たちだって人殺しじゃないかい。自分の体とはいえ、クリーチャーを、人間を何人殺してきたのかな。あれは自分の体なんだし、別に殺人ってわけじゃ。そうやって都合のいい時だけ他人の言葉を借りるんだね。真実から目を背けるなよ、真実オタク。うるさい。消えたんなら出てくるな。このペケジキは、ここは僕の居場所だ。ええ、そうです。君のものですよ。なんだ、自分の仕業だって分かっているんじゃないか。ここは君の場所、君自身の闇さ。僕の闇じゃない。やっぱり似ているんだ、僕と君は。だからここがこんなにも居心地がいい。お前みたいな人殺しと似てるわけがないだろう。あの世で見せてもらうよ、ヒーロー。君の闇がどこまで深くなるのかをね。黙れ。それで、いや、まさか。みんな、
まずは。どうかな。大丈夫やん。そうですよね。そうだね。だな。ふむ。ここはどこかしら。怪しいな。なんやろこれ。怪しいな。これは？なんやろこれ。なんやろ。怪しいな。これは？怪しいな。これは？怪しいな。なんやろこれ。これは？